ベス、うちの店では机に乗るなって言ってるだろ。スペイン銀行もハッキングできた。調子悪くない？悪い、遅くなった。遅い。仲間集まったか。見ての通り。結婚は明日の12時。まず私が造幣局の監視カメラ入り込んでシャットダウンさせる。資格ができた時あなたが突破する。軍の任務に比べたら大したことないさ。警備員の射殺なんて簡単？もちろんだ。何人殺してきたの？彼はブライアン。こっちが入り口の鍵、こっちが金庫の鍵。彼にコピーさせたら右に出るものはないわ。次言うときはもっと早く言ってくれよ。次はない。だといいよ。こいつは？ジェイ。同じ中学の友達。A3 クラスで一緒だったんだ。一番下のクラスだけどな。中学の友達？生物のクラスが一緒だった。こいつのミトコンドリアの模写は絶妙にうまかった。 J は何ができる？J は結婚当日私たちにエナジードリンクを買ってきてくれる。ああ、なんもだって言ってやるさ。買い出し係いらないぞ。そう、飲み会じゃないから。ウコンがいい？酒飲まないからウコンじゃなくて。例えばレッドブルとモンスターだったらどっちかに来る？俺はレッドブルだ。リアルゴールドバカ。さすがね。これは一本取られたな。取られてないぞ。一本は取られてないよ。腹が減ってやファミチキだって名乗って買ってやるよ。造幣局をその前にファミチキとか食わないぞ。おでんのゆずあんだろ、ゆずこしょう。あれファミチキにつけて食ったらうまいぞって最初に言ったの俺なんだな、ベス。傑作。絶対いらないぞ、ベス。いらないやつだ。あと意外と縫い物が得意なの。ああそうだ。膝はどんどん使ってけ。いくらなあちゃった。ソーイングセット持ち歩いてる。リンゴのワッペンがいいか。強盗に入るやつソーイングセット持ち歩かないぞ。パイナップルにして。パイナップルってことは大きな穴が開いちまったな。かなり糸が必要そうだ。頼りになりそうだ。もう雰囲気だけで喋んなよマジで。雰囲気だけでいけるやつじゃないから強盗って。中学の時 J は校長室でおしっこをしたの。そんなこともあったな。いや、生きった中学生だから。ただそんなやつめっちゃバレたんだ。めっちゃバレたんかい。過去一で黄色かったの。知らん。疲れたのか。ああ疲れてないのにだ。造幣局ではちゃんとおしっこしていけよ。大丈夫、俺は前のコンビニで待ってる。いい。なんでお前に分け前払わなきゃいけないの。俺が野菜スティック買っておいて。オッケー。ビタミンとか取ろうとすんだよ。大根入ってるやつでもいい？大根多め。変わんねえな、昔から大根好きだこいつは。ブライアンはホワイトハウスの鍵も作ったのよ。何年前の話になるかね。ブライアンすごいのいいけど J を追い出すよ。まずな J がいらないって。君も今度ホワイトハウスに行ってみるかい？いや、俺はホワイトハウス前のコンビニで待っとく。大丈夫。買い出し係じゃないか。あんまり犯罪に手は染めたくない。
来んなよ。じゃあお前な、どういうつもりで来たの？ジェーな、セロハンテープも行けたりする？こりゃドンキが必要だ。コンビニにもあるぞ。行ったことないだろう。セロテープぐらいあるよ、コンビニにも。ああ、ジム基地とかで買った方が安いじゃん。ドンキなんかよ。ごちゃごちゃ言ってねえで、俺の買い出し見とけって。ブライアンはね、マリー・アントワネットの首輪も作ったことあるよ。ブライアンもういいわ。ブライアンがすごいのは分かってんだろ。あれは大変だったね。ベースが無茶言うから。三日で作らせたの。お前笑うなよな。お前みたいなやつ笑うなよ、この場で。タバコも消せよ、すぐな。吸うなって、お前何酒も飲んでんだ。あら、もう空だ。大丈夫、買い出ししてっから。一番近くのコンビニを知ってるのは彼だけよ。そうさ、見たら分かるってな、地図とか。大体のコンビニの場所は把握してるし、24で酒買えるとこも分かってる。中学の時に酒買ってみんなでパーティーしたよな。懐かしい。あん時ずっとパシビなだけじゃないもんですね。ずっとパシビやってるやつだろ、こいつ。ホットスナックを冷まさないの。走ってるだけだろ、それな。急いでるだけだろ。気をつけろ、ファミマのチキンステーキはあれは常温で置いてあるから、ちゃんとレンチン頼まないと。もっと前から君が任務にいてくれたらな。いない方がいいだろ、こんなやつな。考え直せって。はあ、それにしても大変な任務になりそうだ。お前は大変じゃないからな。お前、レッドブル買い行くだけだろ。レッドブルを買いに行くのに何本の赤いレーザーが貼られてるんだか。コンビニにはないよね。造幣局内にあったらわかる。大丈夫、コンビニだから。前もってカラーボールは盗んでた。いや、ちゃんと買うんだろ、お前。別に取ってくるわけじゃねえだろ。ブルーノマーズのインスタ乗っ取れた。すごい、すごいよ。俺らすごいよ。こいつなんだ。DM のやりとり面白い。変わんねえな。ブライアンはね、3D プリンターでエジプトのピラミッドも作れるんだって。それ 3D プリンターがすごいだけだろうんですよ。一回あったっけ。ギザのピラミッドが俺の 3D プリンターのピラミッドだったっけ。すごいけどな。ピラミッドの前にコンビニあるんだか。コンビニの話しかねえじゃん。コンビニマスターじゃん。ポイントカードの量見た？ミニストップのポイントカード見たことある？ないよ。ないけど。その話していいの？おっと、三角なんだぜ。お得情報に詳しいだけじゃん。ぜひぜひ見してほしいもんだな。見たいは見たいな、確かに。三角のポイントカードは。また今度な、財布にしまいづれえやつな。そこら辺の男は使ったティッシュをポケットに入れて洗濯しちゃうけど、彼はドリンクの引き換え券をぐしゃぐしゃにしちゃうみたい。よくないな。経費もできるだけ安く済ます。それが買い出しのポイントさ。君が任務にいてくれたらどれだけ楽だったかな。領収書は切らしてくれよ。ジョークも言えるのか。買い出しジョーク、ちょっと面白いだけだぞこいつ。あなた絶対ミスだけはやめてよ。遅刻は困るぜ。こいつ外そうぜまず。震えてる？震えてねえよ。俺の買い出しで震えてるやつは何人も見てきた。お前の買い出しで震えてねえよな。買い出しで人震わせらんねえだろ。この量一袋で入んのかってな。入れちゃうんだこれが。アクエリが50本入ってた。汗かいてたな、あの時。分け前の話しよっか。
お前が分け前の話するなよな、おい。殺すぞ、マジで。もちろん。八、二。八もやるなって、こんなやつにな。今回ばっかりは、それぐらい出す覚悟がある。前回は9だったけど、何かミスったか。1000円、2000円使うだけだから、コンビニで。フォークが足りなかったから。こりゃ失敬。笑い忘れてんじゃないか。俺もやっとこう。お前はやらなくていいよな。神に祈らなくていいって。買い出し行くだけだから。Oh God. 私たちに幸ある。青セブン、ちょっとできるだけ熱とかが短い感じの広めの店、駐車場とかの感じ待ってくれ。同じ感じじゃないぞ。セブンに要望出しただけだから。ジェイ、明日には億万長者ね。僕買い出し行っただけで億万長者になってんだよな。うちの店のお代は払ってくれよ。つけさしてよ。足りない酒があったら言ってくれ。いいのかい？全然いいぜ。なんかちょっと小腹空いてきた。焼きそばパンでいいか。焼きそばパンとチェリーパイ。言ってくれ。ソーバーとチェリーパイは合わないだろうな。いい友達持ったな、です。